さて、本日もご来場いただきまして誠にありがとうございました。ここからはアフターゲームショーを行っていきたいと思います。平本和樹さんとお届けします。よろしくお願いします。お願いします。あ、よろしくお願いします。さて、今節からアフターゲームショーは乾杯でスタートしようということで、皆さん何でもしてお飲み物をちょっと片手にいただきまして、今日もご来場いただきましてありがとうございました。まずは乾杯。いいですね。ありがとうございます。当てがないですね。当てがないですよ。当てほしいですね。僕もそんな言うても飲まないタイプなんですけど、最近チビチビやるようになって当てっていいですよね。平本さん飲みます？普段飲みますよ。飲みますよ。飲みます。何が好きですか、お酒は？まあ、生ビール好きでしたけど、最近グルテンフリー始めたんですよ。おっと、ちょっと太っちゃったんで。じゃあ、まあハイボール。現役やめましたからね、はい、それもあるんですけども、はい、ハイボール多めに、うん、と、うん、なんか当ては何が好きですか。当ては、ああ、そう、当てが届きました。ありがとうございます。当ていただきました。ありがとうございます。好きです。すいません、当ていただきました。ありがとうございます。今日の当ては、ポテトチップスの、好きです、北海道味でございます。頂戴します。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました。じゃあ今日の当てもちょっと開けながらやりましょう。今日もね、皆さんも当て、野菜シティやってますから、ぜひぜひ当てを持ちながらやっていただいて。最高ですね。うん、いただきます。うん、あー、うまい。これアフターゲームショーが楽しくなりません、毎節これ。グルテンフリーしてますけどね。よ、はい、いいんです、いいんです。大丈夫そうです、はい、これ大丈夫です、はい、お米と芋なの、はい、小麦じゃないと大丈夫です、はいはい、いや、ありがとうございます。当てていただきまして本当にどうも。ちょっとこれダメだな。うんうん、いや、危ない、あってちょっとお願いします。危ない。さて、平本さん、はい、ゲーム振り返っていきたいなと思いますけども。そうですね、まあ、お互い決定機はあんまりなかったような感じの試合だったんですけど、はい、まあ、点差以上に、はい、まあ、内容は、まあ、圧倒してたかなっていうふうに僕は思いましたね。すごいですね、はい、セルビア、はい、まあ、ちょっと3連敗したじゃないですか、はいはい、で、東京クラシックを迎えて、はい、どうなるかなと思ったら結果4位して、はい、でそれもあってかまた、引き分け負けなく連勝強いですか。すごいですね、まあ、相馬さんもホッとしてるんじゃないですかね。今日これで、ね、もしまた体調不良や負けちゃうとしたら、あれ俺いらねえもんねって思っちゃうかもしれない。まあ、それが人間の心理なんで、そうね、まあ、でもダブルで嬉しいなっていう今日は。分かるから、そうなるでしょうね。考えすぎちゃったりとかしちゃってね、はい、まあ、よかったですね、相馬さんにとってよかった、はい、しかも回想像でしたね、点は早かったですね。あれは何だったんですか、やっぱ笛が鳴って前でエネルギーっていうんですか、そのまま、やっぱ森村選手、うん、はい、迷いなくファーストタッチ、はい、まあ、前の試合でもそうでしたけど、はい、まあ素晴らしいですね。うん、で角度はなかったけど思いっきりやってみて、うん、だから2分ですもんね、はい、まあ、鈴木選手もずっと動いてるんですよね、はい、ペナの中で、ね、ずっとで、まあ、腰たんたんと狙ってるところに目の前に来て、はい、まあ、反応も早いし、はい、素晴らしいゴールでしたね。素晴らしいゴールでしたね、まあ、結果的には点数的には1対0あれがサマー決勝点だったということですけども、はい、内容全体的にはまあ点が入ってもどっかに入ってもおかしくないかなと思ったんですけど、まだやっぱ取れなかったですね。そうですね、うん、まあ、崩しというか、はい、内容自体はもう本当に、うん、まあ、安心して見てられるというか、うん、もう圧倒的な差があったかなというふうに僕は思いましたけど、強いチームのプレーのような、はい、そうですね、貫禄ありましたね。貫禄、本当に、ね、別に2点目いらねえよっていう。この内容でいけるぜっていう、ディフェンスラインも絶対的なこう自信もあっただろうし、安定してるし、はいはい、まあちょっと見せようかなっていう感じのゲームだったのかなっていう気はしますけど、多分相馬さん的にはヒヤヒヤしてると思いますけど、はい、2点3点そうですよ。だってなんか僕なんかは
いやもう、いや僕なんかだけじゃなくて平本さんもご存知でしょうけど、もう町田ですからね僕らは。そうなんですね、もう本当に悔しい思いもたくさんしてきましたし、苦しい思いも一緒に皆さんと共に一緒に苦しかったっすもんね。もうだってね、2012年はダントツだったぜ。そうですね、確かに今日昨シーズンと、まあ、比べるところとしては当然昨シーズンとっていうな形にはなるんですけど、はい、明らかに確かにその強い感じはしますけど、言うてもそのなんでしょうね、僕らそんな強いクラブじゃないと思ってるから、はいはい、なんかそのうまい強いクラブみたいな振る舞いしたくないわけですよ、はいはい、あんまりね、はい、だけど選手たちはあのゲーム内容全体は確かに、うん、あの2点目いらねえぜみたいな、ねはいはいはい、感じあったかもしれないですけど、はいはい、選手たち全力でしたね、常に今日も素晴らしいですよね、前からの守備もそうだし、ね、もうコーナー攻めのコーナーから戻りの全員ダッシュして戻ってくるところもそうだし、はいはい、もうみんなこう必死に頑張ってる感じがしてすごく伝わってくるので気持ちいいですよね、見てても。ですよね。であの前半は相手3バック多分3-6-1のような形だったと思うんですけど、はいはい、こうシステム変えてきて、はい、必殺町田が嫌なやつ、必殺ワイドに人残して見ないで蹴るパターンあったじゃないですか、はい、あれになってからやっぱちょっとあのラインに下げさせられる時間帯もあったかなと思うんですけど、あれもよく対応できてましたね。まあ、レアンドロ・ドミンゲスが結構低い位置だったじゃないですか、前半から。そうですね、低い位置でボール受けに行ってるんで、はい、まあ、それはもう多分あのうちのディフェンスラインのことを嫌がって下がっちゃうんだ、はいはい、と思うんで、まあ、はい、うち的にはそんなに怖くなかったし、はい、まあ、やっぱり要所要所うまいんで、うん、いいパスも出るけど、怖かった。まあ完勝じゃないですか。コンボゲーム前のフリースタイルと言います、よろしくお願いしますで、やっぱり振られるとどうしてもスライドっていうところありますけど、やっぱりさっき言いましたけど、前線から守備をすることであっちへの展開を事前に防ぐということも、やっぱうちはそのアイサッカーをやってあれが嫌な分、あれの対応もできている。今日はかなりまあ、パーフェクトに近いゲームだったかなと思ってますけど、あの走り具合どうですか。まあ、その前から言ってくれると後ろの人はこう限定してくれるのは分かりやすいのは確かなんですけど、これやっぱ対応力がすごいですよね、今あのゼルビアの選手たちは。対応力もう例えば相手がシステム変えてもそれに対応する力も持ってるし、まあみんなそれぞれこう自分が持ってる自分がやれることをやろうっていうすごくシンプルなプランを心がけてくれてるんで、変にうまぶってやりたがっちゃうやつがいると崩れて失点しちゃったりするんですけど、やっぱみんなそれぞれ自分ができるプレーを十分理解してるなって、まあ練習のところで監督が教え込んでるなって落とし込んでるなっていうのが、まあ試合ですごく感じられるなっていうのは見てる。いい選手の条件でもありますよね、そうですね、自分が、できることをまずしっかりやっていく、それがなんか攻撃にもテンポとして出てたかなと思うんですよ、はい、あそこでテンポが1個落ちることで、ボールのテンポが1個落ちることで相手もチェックしやすくなったりとか捕まえやすくなったりするじゃないですか。でもテンポもあったなと思っていて、だから相手も多分今日の町田に対しては守備捕まえづらかったんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど、どう見ますか。まあ、ここのところなんかワンタッチでこうポンポンポンっていうのがちょっと結構多くなってきて、はい、まあ、最終的にベナの中にもボールが入るんで、はい、まあ、そこから先はまあ言っちゃえばよかったみたいなところもあるんで、はい、ただまあそのイメージも共有できてるのも、もう本当にもうなんか楽しくやってるなっていう感じがしますよね。楽しくやってるってやっぱ見てる側にも映りますよね。そうですね、見てて楽しいですからね、はい、今のゼルビア、いや本当に強いなという感じでしたけど、まあその点を取ったのがまさに鈴木浩二で、はい、大学出てからずっと町田でやってますけど、はい、まあ、怪我もあって1回休みましたけど、はい、ああいう選手のモチベーション、本人もちょっと喋ってますけど、ああいう選手のモチベーションってやっぱり高いんですかね、こう久々のスタメンで出てくるっていう、うん、まあモチベーションも高いと思うし、うん、やっぱこのタイミングで、まあ、あんだけ長期で離脱してても、はい、まあ、すぐ試合に使ってもらえるっていうのはやっぱり監督から期待されてるっていうのを選手はものすごく理解するんで、なるほどな、まあ、それをプレッシャーと感じるべきか、うん、まあ、彼の場合は逆で、はい、まあ、ポジティブに捉えて、はい、すぐ結果出してくれるんで、はい、彼にもすごく彼にとっても大きいことだしチームにとってもすごく大きいことなんで、良かったなって。すごいね、彼のパーソナリティもその誤解をうわー
砂と風。いやなんか彼のパーソナリティもなんかちょっと不思議なとこあるじゃないですか。だからよくも悪くも何も考えてねえのかな。もうなんかそういうところもちょっとありつつも、はいはいはい、あの人だっての俺なんかもうあの人がインタビューされるとき毎回聞く気がするんですけど、あの広いインタビューするじゃないですか。で広いインタビューする人があの質問してんですけど、はい、あの人多分ね毎回え何ですかってもう一回聞くんですよ。聞いてた違うだからもうそういうのも含めてね、だからそのプレッシャーに感じないタイプなのかなとかちょっと思いつつもね、もう早く行きたいじゃないサポーターの皆さんも、いい加減にしてくださいよあの人と思う時もあるんですけど、まあでもうまいですねあの人も。素晴らしいですね。上手で、あとパーマス、髪型パーマね、パレンの通り出してほしいですけど、あーとパーマでもだから原価次でもしかしたら、あーなるほどね、それでゴール量産できるんだったらまあいやしてほしいです、ね、こっちは我慢しますよ、してほしいですあ我慢するあ我慢するタイプでね、いや面白いですよ。いやでもその終始ね今日は本当にしまったゲームかなと思っていて、であの守備、はい、全体的な守備、まあ、すごいです本当に、もうすごいというかもうコメントしようがないですよね。安定してるし、もう気迫こもってるし、守備の僕の言葉でちょっと言わせてもらうと、その接点をつかむ、はい、あの次にどこがやばいのか事前にこう陣取りゲームじゃないですか、はい、相手が狙ってるところを先にこっちから見てやるというところに関しての、はいはい、あの1手2手もう速さ、はい、特にまた今日目立ったなと思ってるんですよ、後ろ4枚を筆頭にですけど、はいはいはい、その辺はどう感じましたか、あの1手早く。まあキーパーの福井選手も守備範囲が広いんで、うん、まあその分ラインもちょっと高く保てるし、うん、キャプテンの井上選手も、はい、まあ彼はもう本当言っちゃえばもう黒子というか、もう本当守備に徹してくれて、ね、うん、必要以上のことはやらないし、ミスも少ないし、前、はいはい、選手がいるとやっぱ後ろの選手ももちろん当然頑張ってますけど、うん、よりこう分かりやすいというかやりやすさが生まれてくるなって気がしますけど、そういった意味じゃサボらないですね、まあ、サボらないですね、うちの選手はね、そのちょっとタイトすぎるからボールサイドに対してボランチがちょっとタイトすぎるかなと思うぐらいまでスペース埋めに行くじゃないですか、あえて。でもうちは2枚がボランチだから、はい、あの寄せすぎても今日の場合だとモリムと、雄大が、はい、寄りすぎ、雄大が寄りすぎてもモリムは次のまた埋めてるから相手もまた限定されてというところで、後ろ後ろでまさか井龍介選手もいい選手ですね、あの人もいいですね、気持ち入っててすごくいいですね、あ怒ってんなって分かるじゃないですかそういうのいいですよね、僕はすごく好きですよ、めっちゃ怒ってるっていうのも分かるじゃないですか、分かります分かります、すごい感情出してましたもんね、感情を出すっていう意味ではどう思いますか。 いいと思いますよ、やっぱそのままプレーにも相手にもガンっていけるし、うん、あのそのまんまいい方向にいってるんで、まあ、相手の選手もすごく怒ってる選手いましたけど、はいはい、バコテリしてましたね、まあ、でも酒井選手はこう、うん、いい方にいってたんで、うん、すごく見てて気持ちがいいですね、賢いプレイヤーですね、いいプレイヤーだいぶ出るでしょうね、町田選手多いですね、ただ今日主審あのところにあの1回3人ぐらい来ましたね酒井、大谷、森もあたりがなんか急に怒ってましたけど、あれも怒ってましたね、ここなんですか、はい、主審のところに、ね、ああ怒ってましたね、怒ってましたね、はいはい、しょうがないですけどね、しょうがないですよねでも怒っちゃうんですよね分かってるけども、そうなんですよ、まあまあしょうがないですけどね、主審の人も思ってるでしょうね、はい、じゃあお前がやれって、そうなんですよねそれ言っちゃったらおしまいですそうですね、そうですね、そうでした、そうでした、皆さんに文句があるでしょう、まあやってみろよっていうのと一緒そうですね本当に人って支え合って生きてるんですね、はい、本当にありがとうございます今日はよかったです。でもレフリーもレフリーでものすごいトレーニングしてるんですよ、あの人たちはトレーニング、はい、あの動体視力 の, あのトレーニングしてちゃんとテスト受けたり持久力テストしたり、はい、レフリーはレフリーのビデオがあって、それをやっぱ見ると、まあ、人が人を裁くわけですから、はい、当然ミスもあるし、はい、まあまあまあそこは寛大にいきましょうよっていうのは、まあ、勝った時しかできないんで、そこはただ、皆さんもものすごい日々あのトレーニングしてくれてるんで、選手もあんまり怒んないでほしいなと思いますけど、そうですね、でも怒っちゃう理由もわかるんで、はい、わかりますね。今日はその僕あんまり言うとあれですけど、今日ベンチも結構総出でベンチも出ていったりしました、はいはい、ああやっぱ判定のところとやっぱ選手を守るっていうところで
っぱりあの少しあえてパフォーマンスを含めてこういうの入れてるのかななんて思ってましたけど、ね、ただ、うん、やっぱりちょっとあまり怒んないであげてほしい。まあそうですね、あれ結構まあ、ゼルビアは全然そんなことないですけど、はい、他のチームとかも結構監督とか、はい、コーチとかが先に選手でもガーガー言う、はい、チームがあるんですよ、はい、そうすると選手に伝染しちゃうんですよ、その熱が。ああなるほどね、監督が切れてるからじゃあ俺らも切れちゃおうかみたいな。ああなるほどね、変な連鎖が起きるんですよ。うちはそういうのないですけどね、まあ、監督冷静ですもんね、比較的冷静です。まあ、なるほどね、そういうのあるかもしれないですね、うん、で中でまた選手たちがお互いで話して、うん、いい選手もですね、すごいです。これで、じゃあ6勝になりましたか。強いクラブなような気がしちゃいます、まあ、まだですまだですね、まだまだ13節、はい、まだね。で今日は、イエローカードも何枚か出ましたけれども、次節は鹿児島さんの視点でございます。で藤井光大がね、ああそうですね、今日もらっちゃったんで累積ですよ多分。ああ累積ですか。うん、本人としても悔しかったかなと思ってますけども、まあまあ途中で開き直る、諦めるしかないですけどね。サヌキはねベンチが熱くなるんですよ、皆さん見ててくださいね。サヌキは本当にもうそれがもうなるほどボロに出るチームなんで、まずベンチが切れるっていう。じゃあ勝ちたい。で選手も便乗して切れるっていう。なるほどな。で切れて、お前ら監督が切れてくから切れてんじゃねえよってよく言ってました。言ってたな。意思ねえのかよお前ら。いやすげえ面白い。あそんな感じ。なるほどなるほど。あサヌキの印象はどんな印象ですか。やった対戦、自分が対戦した時はもうベンチが切れてる。そのイメージしかないです。あ本当ですか、はい、ただあの町田からは重松健太郎が言ってますから移籍したんで、はい、健太郎があのブンブン丸が、うん、またフルショットで出てるみたいですしね、うん、彼の場合はあのアマロジャクタイプでもある部分もあるんで、逆にチームが怒った方がなんかあの人のフルショットがシュートあるんでね、あの人、まあ、そういうのはちょっと嫌かなと思いますけど、ただ今日の町田の守備も見たらやっぱりあの前半の終了間際もまあ体張って、そうですね、あの辺は何がそうさせるんですかね、責任感なんでしょう、ちょっとこのなんでしょうね、あそこまでの気迫っていうのはちょっと僕にはこの理解しがたいぐらいの逆っていうのを感じるんですけど、まあ仕事ですからね。ああ、確かに確かにね、割とお金もらってるけどね、ケツ向いてゴール入っちゃったら次出れないですからね。確かに、その1週間考えたらあの一瞬の怖さなんかはなるほど、ね、手でもないんじゃないですかね。ああなるほどね、責任、そういった意味の責任感もありで、サポーターの皆さんも応援してくれる、はい、でホームゲームだからやっぱ勝てる、すげえプレッシャーなんですね。そうですよね、選手ってプレッシャーとか感じるタイプですか。いや別にでしょうね。なんかあんまりその平本さんはご自身でやった時は本当にその何がプレッシャーってあんまなんかプレッシャー感じることあります、なんかプレッシャー、いやどうですかね、ねえなこれ。プレッシャーはそんなないかもしれないです。なんか力んじゃうぐらい。僕応援歌飛ばされるとかあったんで。応援歌を試合前の僕だけ応援歌がなかった。ゴールポストブーイング食らったり。おい味方だろっていう。で交代になると拍手に。かわいそうな。俺平本さんなんか大好きになっちゃうわ。実ね、そんなことあったんすか。乗りましょう乗りましょう。いやマジよかったよかった、なんかよかったっすね、マジで来てよかったっすね。いやあの俺、まあ、向こうは向こうでいい方たちもいっぱいになるんす、うん、まあまあそうっすね、はい、なんかすいませんね、来週もなんか企画やるんすよね。はい、企画やりますよ。来週もホームゲームで川上さんをお迎えするんですけど、はい、何やるんですか。歩くんですよ、鶴川駅から。鶴川駅から歩く、はい、はい、ちょっと店員割れしてるんですよ。何をしてるんだ。できればあの皆さんと歩きながら、ね、こうおしゃべりして、なんかあのホームページ見たら男気コースって。あ、そうなんですよ、男気コース、こんなに優しい男を捕まえて男気コースなんつって。え、どこ歩く予定なんですか。大体は駅からですね、自然の中、鶴川駅からおそらく自然の中です。自然を歩いて、でこうなんかできればね、なんか自然に詳しい人を一緒に、あれなんですか、ソムリエみたいですね。そうです。あ、じゃあまた、ちょっと足されたところで、じゃあキッチンカーが半までだから今ちょっとなくなった方チャンスですね。はい、じゃあまた乾杯をしようと思うので、皆さんもぜひお飲み物を
あ、片手、あ、まだちょっと待ちますよ、じゃあ。はい、トークはじゃあ40分までとお願いしますって、あの、ぜひ、お飲み物を、もう、おビールの方、おビールの方全部言ってよかった全部言っちゃうから、カンペ全部言います、だってカン言いたいんだもん。そうですよね。はい、じゃあ、あの改めまして、本日は、ご来場いただきましてありがとうございました。そして、あの、皆さんの FC マチュアテレビは勝利でございます。おめでとうございます。乾杯乾杯、おさらせーし、はい、しこれはやばいな。で、当てまであって、この当てね、当て、あ、当て何が好きって言ってましたっけ。エイヒレいや、結局そうよね。これはわかる。なんかお酒飲む人が食べるもんで美味しいよね。そうなんですよね。知ってますよね。みんなお酒飲む人は。お酒逆に飲まれない方いらっしゃるんですか。今多いですよね。あ、お酒飲まれない方もやっぱいらっしゃる。でも、あの、飲む人のおつまみとかってなんか食べたことあります。美味しくないですか。これないですか。なんか味濃くてすげえ美味しいなと思って。でも35歳超えたら塩分気をつけろって言われるんで、気をつけようかなと思ってますけど。さて、次回はその3期戦、はい、またホームゲームが来週来るんで、やったなと思って、またやりますから、これやりましょう、はい、で、そのお得意コース、ありきてくる、はい、散歩コースを、はい、普段は、のつた車庫から裏出てくるコースとか、あとはここ上がってくるぐらい。そうですね。ですよね、はい。で、鶴川駅から歩くんですよね。1時間ぐらい。1時間ですね。1時間1時間歩く、いいじゃないですか、はい、で、グルネフリーもやって、はい、お話しながらみんなで楽しくワイワイ歩きたいなと思ってたんですけど、店員割れしてるんですよあれ店員割れしちゃってるんですよ。大人気だと思ってたんですけどね、あの企画、はい、明日までですよね。明日中にお申し込みいただければ間に合うということなんで、はい、え、手言われしてるんですか。手言われしてますがっつりします。がっつり言われます。寂しいなぁ。でもね、逆にもしかしたら申し込んだ方は人数少ないなら少ないで嬉しいかもしれないですよね。まあ、あ、近くで喋りながら、まあ、どう思ってくるかわかんないですけど、あれですよ、やっぱりあんまり こういうとこじゃ話せない話とかもしてあげてくださいね。そうですね、はい、ぜひね、はいはい、俺あいつ嫌いだったわとかいや全然言いますけどとかね、はい、まあ、そういうのも含めてやっていただけたらいいなと思うんですけど、13日の日曜日に、はい、お得意コース。仕事多いっすね、平本さん。多いっす。え、そうかな。別にそうでもないですけどね。楽しいっすよ、はい、だって巡回も行ってんすよね。え、あのサッカースクールみたいな、いろいろやらせてもらってます。すごいわ。え、大体どんなスケジュールですか最近は。朝、今ちょっといろいろと僕もやりたいことがあるんで、はい、まあ、そういうところの施設にいろいろ回らせてもらって、はいはい、で、まあ、いろいろと、まあ、まあ、いろいろ与えられる業務もあって、はい、そこ行って、はい、まあ、ヒゲ剃れとか、いろいろと苦情言われて帰ってくる。いいですね。そんな経験しないですもんね。やっぱサッカーってなかなか、うん、うわ、すげえ面白かった。さて、今日はごめんなさい、はい、ゲームにちょっとまた戻りたいなと思いますけど、はい、横浜慎さんをお迎えしましたけども、まあ、今日あの出場撤収で脅威だなと思ってた今選手が、はい、いなかったっていうのは少し僕らとしては助かった部分もありますけれども、はい、うん、でも、まあ、今のうちのディフェンスラインだったら、はい、まあ、今がいようが、今がいようが、今井が、今井が、まあ、ゼロで抑えてたとは思います。ただ豊島明がいましたね、相手のフォワードには。あの前半1本あの藤光大と、駆け引きしてファールもらったシーンがありましたけど、あれなんかは完全に町田が教えたプレーですからね。あのカウンター気味にあそこに捨てるところのあそこに受けてちょっと駆け引きして、あの抜けてキープをしていくという、あの駆け引きかって、はい、来た、はい、ファールというのは、豊島選手どうでしたか。うん、もうちょっと多分皆さんにいいとこ見せたかったんだろうなっていうのはすごく、うん、あの感じましたけど、気合は入ってますけどね、はい、やっぱりやっぱうちもそれ以上にやっぱりお前なんかにやらせるぞっていう思いが多分すごく強くて、うん、まあ、まああの1本ぐらいでそれ以外は、はい、うん、全部止めてたんで、止めましたね。
ただ横浜 C さんは FC マッチャテレビアのことをご存知だったのかどうかというところがあって、あの後半442かなんかに多分帰ったと思うんですよ途中、はい、時に豊島選手ワイドに出たんですよ一瞬、はいはいはい、あれこれうちもやってたしみたいな知ってるか豊島の使い方みたいな思ったんですけど、でもそれでも一回ワイドで受けたりなんかして、あのすごく今日の FC さんは町田で豊島君にとっては町田でやってたことに近いことを要求されてたのかなと思っていて、すごくだからそういった意味では豊島選手はそのやりづらさは感じなかったのかなと思ってましたけど、まあ、もうちょっとあの多分ね彼もやりたかったのかなとそうでしょうねずっと思いますけれども、はい、彼がまた、一つ活躍するためには何があったらいいですかね。まあ、前で身長ありますからね、まあ、そうですね、もうちょっとボールが収める時間作れるようになったら、うん、多分ちょっと脅威ですよね。そうですね、頑張ってほしいです ね、まあ、なんかそのやっぱりちょっと僕らとしては、はい、町田に行った選手なんで、はい、まあ、その今日はあのあえて皆さん多分あえてわざとブーイングだったんでしょうけど、あれも愛のブーイングだと思いますし、はいはい、私も頑張れよということだと思うんで、はい、僕もあのなんかいいな、としても頑張れよと思いましたけど、うん、個人的に絡みないんで、あ、そうかそうかそうか、興味ないですよね、でもアドバイスが言ってくれたんですけど、まあ、そんなに、あのあそんな言える立場でもないし、そっか、知らないんで、そっか、あの一緒にもやってないし、そっか、はい、僕がいる頃のゼルビアにいたわけでもないんで、そうかそうか、なんかこういう風になってほしいとか、そういう思いは特にないです。まあ、それが選手がよく止めてくれたなとは、すごく思います。はい、いうことで、練習。で、今日は最後の、最後に、深津康太選手が、はい、ボランチに行きました。はい、あの人気が利きますね、うん、でもちょっと引っ張ってましたけどね、あの少ない時間でも引っ張りを出す存在感はすげえなって思いました。お前出るぞまたあれちょっと気をつけた、確かにね、せっかく体強いんで、そうですよ、ね、入れちゃえば、はい、あれも手癖がね、一からねそれすぐやるあれでもなんかちょっとうまいなと思ったのは、ギリギリのところでなんか怖かったんですけどやって、でその後あのちゃんと坂井龍介が処理をするという、うまい、うまくあのとあのシーンはね笑われたなと思ってますけど、あ、やる、あれは危ないですすぐあの短い時間で気をつけてほしいですね。多分ジネツは出てくるんじゃないかなと思ってますけどね。あの今日は高台選手が累積になってしまったので、はい、まあ、本当にフルス対決するときって何か思い出あったりしますか。やっぱ特別じゃないですかね、フルスは。やっぱそうですか、お互い知ってるし、うん、選手も、うん、まあ、絶対やられたくないって思いが特に強いんで、勝ってやりたいってやったんですか。まあ当然勝ちたいですよね。やっぱそう思うんですね、はい、いやそれもね、藤高台選手が出れないので、多分健太郎は逆に、あの重松健太郎という選手がいるので、多分彼はもしかしたらそう思って、うん、来るかなと思いますけれども、まあ、次節もまたホームゲームがありますし、はい、またね、たくさんの方に来てもらって、はい、佐々木のベンチもすごく面白い見どころ、それも、それも、それも見どころ聞くの面白い、あ、って絶対思うんだすごいですから、本当に本当っすか、これすっげえ面白そう、ちょっとぜひ皆さん楽しみにしてくださいなんか変な、まあまあいいですけど、いいですけど、なんかちょっと用意しといてほしいなっていうぐらいコールを、向こうの監督がグワッて来た時に落ち着けみたいなそれを用意しといてもいいぐらい思われるんですよ本当にすごいですそれすげえ面白い、もう言いましょうじゃん、それ皆さんが、はい、ね、やってもいい、もう用意しといても無駄じゃないコールになると思いますそれは、いや、本当っすか、それすげえ楽しみ、えハードル上げても裏切りませんからあそこは、そんなにっすか、釜たまりさぬき、すげえ非常に楽しみですね、はい、ベンチ、うん、そうっすね、一回あれから見ましたけどね、ベンチが、うん、あの岸野さんとかいて富山ブルーだった、確か大荒れ、うちの下川さんが今会長になりましたけど、あの全力で岸野さん止めに行ったっていうあれはね、僕も慌てましたね、あ、こういうことあると思いましたけど、よく止めましたよね、でも、いや、さすがにその、ジェリグ理事っていうか、ジェリグの役員
になったばっかだから、いか俺しか無理、俺しか止めないと無理だって思ったらしくて、行ったらしいです。まあ、ここだけの話ですけど、あ、カメラ回っちゃってんだこれ。まずいなこれ、すいませんね、そんな、まあ、そのベンチも楽しみしながら、はい、それから平本さんの男気コース、まあ、ウォーキングお願いします。ウォーキング企画ですからね、はいはい、あの話やこんな話を多分あんまり普段言えないことも多分喋ってくれるでしょうし、はいはい、その辺も一緒に楽しみながら、はい、野津田に来ていただいて、で、当然ね、チケットはご自身で用意してもらって、そのままつるかが野津田に来ていただいて、その試合観戦してるのでね、はいはい、お酒もご飯もそしてゲームも美味しく見れるかなと、ベンチもね、そうですね、楽しく見れるかな、楽しく楽しく見れる、ぜひ運動した方が罪悪感なく飲めますからね、確かに確かに運動していただいてね、はい、飲む方は ぜひちょっと特に参加なくご検討いただけたらね、はい、いいなと思ってますので、また来週ホームゲームが待ってます、ぜひ皆さんも体調整えていただいて、で男気散歩コース参加していただいて、はい、でまたここでお会いできたら嬉しいですし、なんか 僕らが言うのもなんですけど、またここで、ね、お会いできたら嬉しいと思うので、ぜひまたご来場ください。よろしくお願いします。お願いします。また来週会えると思うと非常に楽しみです。来週も乾杯でスタートして乾杯で終わりたいと思いますので、はい、今日も乾杯で終わりたいと思います。それでは皆様、最後の締めとなります。乾杯でございます。本日の勝利と、そして皆様ご覧いただきましてありがとうございました。今日の締めでございます。乾杯。ありがとうございました。今日もご来場いただきましてありがとうございました。お願いします。